やっぱりうちのお城だよね。あ、イリアさん、何してるんですか？おお、なんじゃ、お主たちか。誰じゃ、その子供は。エンジェル、ラフィーなのです。それより、何かお悩みのようですね。私たちに話してみるのです。何？今、使い魔たちへのクリスマスプレゼントは何がいいかと考えておってんな。使い魔って、コウモリさんたちのことだよね。イリアさんってば優しい。部下への褒美は大切じゃからな。わらわは以前、クリスマスでそのことを学んだのじゃ。いざという時に裏切られると大変なことになるからな。そういうことなら私にお任せなのです。エンジェルの力で使い魔さんの欲しがってるものを出してあげます。それには及ばぬ。使い魔が何を欲しがっているかさえ分かればよいのじゃが。だったら調べてあげようよ。ね、ラフィーちゃん。そんなことでいいですか？わかったです。エンジェルの力を見せてあげるのです。全員分を調べたです。大変でした。ご苦労じゃったな。して、結果はどうじゃった？コウモリさんたちは全会一致で果物だったのです。そして残りはプリンなの。なんでお主が答えておるんじゃ、ミヤコ。プレゼントはわらわの使い魔たちのものじゃぞ。あれ、この幽霊さんは使い魔じゃなかったんですか？願いが混ざっちゃったみたいですね。プレゼントにはプリンなの。世界の常識なの。ミヤコちゃん、プリンダダッコモードに入っちゃった。イリアさん、どうするの？うん、なんじゃ。お主に妙案があるじゃと。ああ、プリンと果物を一緒にか。あかりよ、どう思う？いい考えだと思うよ。お姉ちゃんもしのぶさんもきっと賛成してくれるんじゃないかな。仕方ないな。お主らには別にプレゼントとごちそうを用意してやろうと思っておったのじゃが。お主たちもそれでよいか？やったの！プリンなの！それで、そのプリンはどこにあるの？妖精さんのいるお菓子屋さんに注文したらどうかな？きっと素敵なプリンを作ってくれると思うな。メアママ、早速おばあちゃんに頼みに行くな。まったくしょうがないな。あの子らにも世話をかけたな。最初からプレゼントを出しておけばここまで面倒にはならなかったと思うですけど。ううん、ミヤコちゃんもコウモリさんも喜んでるんだもん。きっと今の方が幸せなんじゃないかな。ね、お兄ちゃん。ねえ、どうしたですか？お困りごとならエンジェルにお任せなのです。うん、エンジェルさん。え、イオリ
ちゃんとお兄ちゃんのお友達なの？変わってる知り合いが多いよな、ほんと。変わったクマに変わってると言われちゃったでしょ。それで一体どうしたですか？実は救護員のみんなやママサレンとスズメお姉ちゃんへクリスマスプレゼントを用意しようって思ってるの。お金は劇の出演料があるからそれで用意しようって。今年は俺たちがみんなのサンタクロースになろうってわけさ。けどよ、一体何をプレゼントしたらいいか決まらないんだぜ。なるほどね。救護員のみんなが喜ぶものか。絵本なんてどうかな。最初は私たちもそう考えてたんだけど、それが本屋さんに置いてある絵本はもう救護員にあるものばっかりなんだ。ふむふむ、その救護員というところに恩返しがしたいのですね。では手っ取り早く高価なものを出してあげるのです。いきますよ。ちょっと待って、せっかくのクリスマスプレゼントなんだよ。そういうのってよくないと思う。それじゃあどうしたらいいんですか？何かいいアイデアはないです？え？私たちで絵本を作るの？でもそんなのどうやって？それなら任せるのです。よりちゃん、力を貸してほしいです。力って、わかったわ。どうすればいいの？好きな本のことを考えてくださいです。それに合わせてエンジェリックアローです。空から何かが。これって絵本？あ、かわいい絵。読んだことない本だけど。確かにかわいいけど、イラストは絵本っぽくないっていうか、ゲームとかアニメみたいな絵じゃない？エンジェルのお話なんだ。もしかしてヨリさんたちが作ってくれたの？そうなのです。ラフィーたちのお話をヨリちゃんの好きそうな絵で本にしちゃいました。何言ってんのよ。確かに好きなタイプの絵だけど。これが私たちからのプレゼントなのです。もらってくれますか？わあ、すごいすごい。エンジェルからのプレゼントだなんて本当に素敵。これなら救護員のみんなも喜んでくれそう。ありがとうございます。趣味がさらされたみたいでちょっと恥ずかしいけど、絵が可愛いからすごく気になっちゃう。よかったらだけど、今度読みに行ってもいい？遠慮なんてしなくていいぜ。いつでもみんなで遊びに来いよな。うん、救護員のみんなで待ってるからね。お兄ちゃんもエンジェルさんも本当にありがとう。素敵なクリスマスになりそう。何やら人だかりができていますね。何なのでしょうか？あれってユキさん？どうしたんだろう。はぁ、ほんと参っちゃうな。
よく見えないよ。飾ってあるクリスマスツリーが見たいのに。すみません、一体どうしたんですか？それが、あの人がお店の前から全然動いてくれなくてね。ショーウィンドウを他のお客さんに見てもらえないんだ。せっかくのクリスマスの書き入れ時だっていうのに困ってるんだよ。あの人は皆さんの知り合いなんですか？一体何をしているんです？もしかしてだけど、ショーウィンドウに映った自分を見てるんじゃないかな。何を言ってるんですか？そんな人がいるわけ。はあ、なんて可愛い僕。クリスマスでも本当に美しいな。ずっと見ていられる美しさだよ。いるものなんですね。いや、それはユキさんが特別に変なだけだから。なんとも相変わらずですね。何か気を引けるものがあるといいんですけど。うん、ユキさんを引きつけられるって言ったら、お兄ちゃん何か思い浮かばないかな。うんうん、そうね、確かにそれしかないかも。ラフィーお願い。はい、エンジェリックアーロー。こっちに最高に可愛い人がいますよ。お、最高だって？僕以上に可愛い人なんて。あ、こんなことって。そんな、あの人、魔法で出した鏡に映る自分にもうっとりしてるんですか？はい、ラフィーちゃん、このままゆっくり鏡を移動させて。あ、待ってよ、より映りのいい美しい僕。う、本当すみません、邪魔にならない場所に連れて行くので。あ、ありがとうな。人間というのはなんと奥が深い。あんまり深く考えない方がいいわよ。ユキさんについては特に。これにて一件落着ですね。町の人たちもユキさんも笑顔です。一件落着だね、お兄ちゃん。ああ、僕って本当に美しい。おや、あれはクリスチャンのところのカルミナのみんなだね。どうやら困っているのはあの人たちのようです。知り合いならちょうどいいですね。もしもーし。あの、ここは今は関係者以外は立ち入り禁止で。あ、て、子孫？あー、来てくれたんだ、嬉しいなー。あれ、その人はどちら様？ああ、失礼、ナイトメア団長のジュンです。クリスチャンがいつもお世話になっているようで。え、ジュンさんですか？すみません、いつもと違う服装なので気づきませんでした。プロデューサーにお世話になってるのは私たちの方ですよ。それにナイトメアの皆さんにも会場警備などでいつも助けてもらって本当にありがとうございます。で、挨拶はいいですから、
何か願いはないですか？ああ、ごめんごめん。この子はエンジェルのラフィーちゃんというんだ。カクカクしかじかで。それで、皆さんでエンジェルさんのお手伝いをされてるんですね。立派だと思います。それで私たちに願い事はないか聞きに来られたと。あるといえばありますね。コンサートの演出についてちょっと悩んでいまして。うん、クリスちゃんは何て言ってるんだい？それがプロデューサーは別件を対応中で、今はサンタさんのお手伝いに行ってるんです。本当は私も行くべきだったんですけど。サンタ3人分くらい余裕でこなしてみせるさんなんて言って一人で行ってしまわれたんですよね。あの人らしいというか、なんというか。それじゃあそのプロデューサーさんを助けて連れ戻したいってことでいいですか？いえ、そちらは全然心配していません。というか、邪魔するなって怒られちゃいますよ。そうだね、クリスちゃんなら一人でも大丈夫だよ。むしろ心配なのはコンサートの演出についてじゃないかな。そうなんです、プロデューサーから特に何か言われたわけじゃないんですけど、もう少し派手めの演出でもいいかなって思ってて。ふむふむ。ならコンサート当日に天界からエンジェルを100人ほど降臨させてみますか？いえ、そこまでしていただかなくても。派手でいいと思うですよ。って何です？天界のアイテムに何かないかですか？あんまり多くは持ってきてないので、こういうのなら。これはベル？うわっ！音に反応して光ってる。すごく綺麗。天界のベルなのですけど、ただ音に合わせて光が出るだけですよ。こんなもので皆さんの役に立つですか？すごくいいよ。これならステージ構成を変えないまま演出も豪華にできちゃうよ。レッスンの時間にも余裕ができそうですね。だったら。うん、チカ、前に言ってた救護院でのクリスマスコンサートできそうじゃない？確かに以前お世話になったお礼にいつかはやりたいと思ってましたけど、これはあくまで私の個人的なことですから。そんなことないよ。チカのやりたいことはカルミナみんなのやりたいことだもんね。ええ、私もぜひ参加したいです。もちろんチカさんさえよければですけど。のぞみ、つむぎ、ありがとう。カルミナみんなで救護院コンサートさせてもらえるか聞いてみますね。ラフィーちゃんとジュンさんとあなたも本当にありがとうございます。きっとサレンちゃんたちも喜ぶよ。これはエンジェルとしていい仕事ができたかな。エンジェル100人いいと思ったですけど。まあみんなが笑顔ならそれでいいのです。ヒデサイとアクリンとヨリヨリさん、ジュンス？
珍しい組み合わせだよね。今は占い師として仕事中です。そちらは幸せを運ぶエンジェル、ラフィーナナです。双子の妹、エミーです。それで私たちがここに導かれたということは何か願いがあるはずなのですが。そうなん？ただこうやって占ってもらってるだけなんだけど。願い、そうですね、私にはありますよ。しのぶさんの願いってなんだろう。やっぱりすごく霊的なこととかかな。スズナちゃんだっけ？どうだい？俺とこのままクリスマスデートなんか行っちゃったりして。父に真面目に仕事をしてほしいです。切実なお願いだね。この人もう死んでますよね。死んだ人にエンジェルができることといえば条例くらいですけど。な、いや、ちょっと待っ、なんだかよくわかんないですけど、エンジェルにお任せです。行きますよ、エンジェリックアーラー。え、もしかして、成仏しちゃった？さあ占ってあげよう。どんなことが知りたいのかな。本当に真面目になってるね、ラフィーちゃん。すごーい。元気じゃん。いいねいいね。クリスマスの運勢とかいいかな。わかりました、占いましょう。ふんふん、スズナさん、あなたにはもうすぐ楽しいことが起こるでしょう。でも当たってるかも。ヒデサイたちやエンジェルちゃんにも会えて、もうすでに楽しいんだけど。お父さんってば。皆さんから幸せが溢れてるのです。やりましたよ、エミー。え、しのぶさんいいの？ドクロ親父さん別人みたいになっちゃってるけど。ドクロの内側からわずかな邪念を感じますね。クリスマスが終わる頃には元に戻ってるかもしれません。まあお姉ちゃんが喜んでいるのでわざわざ言いませんけど。なあ、大丈夫だね、お兄ちゃん。願いを感じるのはこちらの方ですね。おや、あれは。ああ、忙しい忙しい。あれ、あんちゃんとどちらさんだべ。ああ、失礼、ナイトメアのジュンです。ああ、ジュンさんか。って、ジュンさん、どうしたんだべその格好は。今はこのエンジェルたちの手伝いをしてまして、そのための特別な衣装なんですが。はあ、もしかしたらコスプレってやつだべ。こないだリンリンもやってたべさ。まあそんなところですね。そんなことより何か困りごとがあるんじゃないですか。このエンジェルエミーに話してください。こっちはエンジェルのコスプレっ子だべか。めんこいな。困ってるっていうか、エリザベスパークの牛乳がここんとこ大人気でな。
配達が忙しいけど、これは嬉しい悲鳴ってやつだかな。そういうのを期待していました。エンジェルの力で解決できますよ。だとも悪いべ。エリザベスパークのことはエリザベスパークで解決しねえと。願いの力でささっと配達しても問題ないと思います。さあ、仕事が早く終わるように願ってください。待って、エミちゃん、人の願いを決めつけるのは良くないよ。本当の幸せはどんなものか先入観なしで聞いてみたらどうだい。確かに私のやり方は少し乱暴でしたね。では欲しいものや会いたい人がいたら思い浮かべてください。欲しいものはねえけど、会いたい人なら思い浮かばねえこともねえべ。いいですね。その人のことをずっと考えてください。行きますよ、エンジェリックアロー。なんだべ。ティモリマ。確かにティモリマがいてくれたら心強いとは思ってたけども。あら、なんで私こんな場所に。それにあなたまで。どうして。リンゴを切らしちゃってたから今日はお留守番してたのに。動物を呼びたかったんですか。つまり癒しが欲しかったとか。って動物じゃないわよ。失礼しちゃうわ。でもどうしよう。町の人たちに魔物と間違われちゃったら、まひるちゃんにも迷惑かかっちゃうわ。それは今日は大丈夫じゃねえべか。わあ、サンタのお姉ちゃんと白いトナカイさんだ。私トナカイじゃないんだけど。町の人たちに怖がられないならそれでいいわ。お留守番にも飽きてたところだし、まひるちゃんを手伝っちゃうわよ。さすがリマリマ、助かるべ。よし、それじゃ出発進行だ。こうやって仲間と勤労に勤しむ、そういう幸せもあっていいじゃないか。人間ってちょっとだけ面倒くさいです。でもこれにて一件落着ですね。走ってくる人が。この声ってもしかして。やっぱり弟くんだ。お姉ちゃんすぐ分かっちゃった。これってやっぱり愛の力だよね。わあ、しずるさんだ。こんにちは。みんなもこんにちは。今日はみんなでどうしたの。何かやることがあるならお姉ちゃんも手伝おうか。それには及びません。私たちは天界のエンジェル、むしろあなたたち人間を救うために降臨しているんですから。本物のエンジェルちゃん、初めて見ちゃった。それでみんなはその手伝いをしてるの。さすが弟くん、えらいえらい。なのでお姉さんも幸せにしてあげます。いきますよ、エンジェリックアロー。あれ、何も起こらない。しずるさん、何か変わったところはありますか。いつも通
弟くんへの愛はいっぱいだけど。お姉ちゃんの魔法が効かないなんておかしいです。ありえないです。それなら私が、エンジェリックアロー。もしかして、もうすでに幸せだからなのかも。うん、こうして弟くんと一緒にいられるんだもん。とーっても幸せだよ。すごい。さすがしずるさん、愛の力が半端ないね。あ、うん、あかりたちも見習わないとだね。ねえねえ弟くん、大丈夫？エンジェルちゃんたちのお手伝いで疲れたなら、いつでもお姉ちゃんが代わってあげるからね。兄弟にしては感情が重すぎでは。人間ってちょっとよくわかりません。エンジェルも似たようなところあると思うけどな。そういうのって自分じゃ気がつかないものなのかもね。なんですか、二人して私たちをジロジロ見て。変なのです。こちらに強く感じるですよ。あー、いい匂いがする。ほんと、おいしそう。今度パパに買ってもらわなきゃ。あそこにいるのは子供たちだね。一体どの子が。モニカちゃん、こんにちは。ごめんね、驚かせてしまったみたいだ。ん？そこの騎士殿は私のことを知っているのか？このような凛々しき騎士殿に会ったことがあれば忘れるはずはないが。いや待て、隙のない立ち姿とその声、もしかしてジュン殿か？さすがモニカちゃん、分かってくれて嬉しいよ。いつもの鎧姿と違うので少し驚いたが。なに、私ほどの一流の軍人であれば気がつくというものよ。さっき見てたのってここのお菓子ですか？わー、おいしそう。なるほど、ここのお菓子が欲しかったんですね。子供らしい願いなのです。このエンジェルラフィーが何とかしてあげるですよ。って誰が子供か。私は誇りある軍人だぞ。お菓子が欲しくて見ていたなどということは断じてない。どう思います？うん、ちょっと無理してるみたいだね。ふむふむ、大人だったですか。それは失礼したのです。ではお詫びに、大人向けのスーパービターなブラックコーヒーを差し上げるのです。ふむ、ラフィー殿と言ったか。分かってくれれば良いのだ。分かってくれれば。どれ、いただこうか。どうですか、私たちにはわからないですけど、大人は美味しいと言ってるらしいですよ。大変に美味であるぞ。うん、モニカさん、顔が真
けど大丈夫かな。これ以上は危険かもしれない。少年、ラフィーちゃんを止めるんだ。え？あれは意地を張ってただけなんですか？素直になれないというのも困ったものですね。わかったです。エンジェリックアラー。なあ、このような街中でいきなり攻撃を。これは随分と聞いたようだね。素直っていうか、本当に子供になっちゃったみたい。おかしい。なんだか見てはいけないものを見てしまった気がするね。せめてもの罪滅ぼしに。店主、支払いは私がするので、ここにいる子供たちにお菓子を配ってあげてくれないか。いいの？やったー！ありがとう、お姉さん！モニカさん、正気に戻ったらすごく後悔しそうだけど、まあ、幸せそうだし大丈夫かな。強い願いを感じますね。こっちからです。あれって秋野さん？タイですわ。彼女の願いは一体？クリスマス商戦で儲けたいですわ。デビュタントシャングリラの時は勘違いからあのようなパーティーに参加する羽目になってしまいましたが、本来ならばクリスマスは最高の勝機、逃すわけには参りませんわ。随分と赤裸々で直球な願いですね。ですがやりがいがあります。あら、あなた様、こちらの方々は？なんと、エンジェル様。エンジェルとは商業の世界においては創業期に投資してくれる投資家のこと。私なんだか親近感を感じますわ。よくわかりませんが、とりあえず願いを叶えます。行きますよ、エンジェリックアロー。あ、なんという強行。ありがたく受け取らせていただきますわ。うん、どうかな。鎧を着たまま髪が洗えるホース、私のアイディアだよ。あかりはね、王様ゲームの時に被る王様帽子だよ。楽しそうだよね、王様ゲーム。ダメですわ、こんなものでは万人に訴求できませんわよ。私にもエンジェルとしてのメンツがあります。こうなったらいいものができるまで続けますよ、エンジェリックアロー。これもいまいちですわね。これもそれも、エンジェリックアロー、エンジェリックアロー。
私が望んだのはこのクリスマスに町の皆さんが欲しがるもの。特殊すぎて全然ダメですわ。こんなはずでは。皆さんももっと気合を入れてください。いいアイデアだと思ったのに。面目ない。ちょっといいかな、これ見せてもらってもいいかい。ええ、構いませんけども。このホースいいね。ちょうど家の鉢植えに水をやるのにいい角度だ。売り物なら買いたいんだけど。いや、これは鎧を着たまま髪が洗えるホースなのだわ。どうぞどうぞ、お買い上げありがとうございます。そこの帽子いいかしら、うちのツリーの飾りに使えそうなの。ありがとうございます。それじゃあわしはこれをもらおうかの。いくらだい？あー楽しかった。なんだかんだで売れてしまいましたわね。とはいえ仕入れも製造もあなた方の手柄。この売り上げは私がもらうわけにはいきませんわね。欲深いのか潔いのかよくわからない人です。それじゃあこのお金は募金しておくよ。あまり役に立てなかったようですまないね。いいんですのよ、いい刺激と広い視野をいただけましたわ。次こそ私の力でクリスマス商戦をものにしてみせますわ。主様とヨリ様、アカリ様、ジュン様も皆様お揃いでどうされたのですか？あ、コッコロちゃん、ヤッホー。うん、今はこのエンジェルたちの手伝いをしていてね。みんなの願いを叶えるためにこうやって街を回っているんだ。主様はそのお手伝いをなさっていると。さすがでございます。私、主様のその優しさがとても誇らしく思えます。エミ、感じますか？ええ、とても強い願いのエネルギーを感じます。コッコロちゃんから？そんなに強い願いってなんだろう。気になるなね、お兄ちゃん。何か願いがあるなら言ってごらん。このエンジェルたちが叶えてくれるよ。なんと、お二人ともすごいエンジェル様たちなのですね。ですが、私の願いなど。いいからいいから、言うだけ言っちゃおうよ。そうそう、この子たちも願いを叶えるために来てるんだからさ。まあ人助けだと思って。そうですか、ではお言葉に甘えて、私の願いは主様と皆様が健やかに楽しく暮らせますようにでございます。すごいです、本心からの強い願いですよ。ではその願いに。って、あれ、急にどこからか鐘の音が。見て、空から光が差し込んできてる。
ゼルの力を使う前に願いが叶うなんてことあるんですね。展開からのメッセージまで、美しき願いに祝福あれだそうです。何ですか、あれは。特定の神様方面からものすごくエコひいきのようなものを感じます。どうか叶いますように。